いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、スカバエのクリア時間について、こちらの方がね、公式から告知がありましたので、こちらについてね、話していきたいと思います。現在ね、2022年11月18日、0時11分ということで、スカバエ発売ね、おめでとうございます。私の方もね、まあ、ちょっと今日仕事あるので、仕事の方がね、終わってから、まあ、がっつりね、金土日とかでやろうと思うんですけど、まあ、今回のね、公式の情報を参考にしながら、土日ではおらないことが確定したので、まあ、しっかり楽しみながら、いろんな動画で、ね、また上げていきたいと思いますので、まあ、ぜひね、チャンネル登録と、高評価と、応援よろしくお願いいたします。というわけで行きましょうか。では、スカバエのクリア時間が判明ということで、11月17日の13時に、オリコンニュースのポケモン公式のインタビュー記事で、スカバエのクリア時間についてね、触れられておりました。で、公式が考えてるクリア時間、こちらなんですけどね、熟練者で30から40時間。初めての人は復帰した人で60時間とインタビューの中で答えておりました。で、これってどうなのか、結構私ゲームするんですよ、ポケモン以外の。で、30から40時間のゲームってかなりボリュームあります、正直な話。普通のストーリー系のゲーム。なんかね、シュミレーションとか、まあ、例えば牧場作っていくとか、なんかね、シュミレーションでとか、大きい資源とかもやってるんですけどね、ああいうのだと、まあ、もう普通になるんですけど、何千時間という規模になるんですけどね。こういうストーリーがあるゲーム。で、そのクリア。30から40っていうとかなりボリュームでかいです。慣れてる人で。で、初めての人復帰した人60時間。これもね、めちゃめちゃボリュームがあるので、かなりね、ボリュームがある作品となっております。これは楽しみですね。めちゃめちゃすごい。まあ、正直な話ね。まあ動画とかもいろいろ上げてて、こういう風な予想もしてて、まあぶっちゃけ当たってたんですけど、いや、そこまでは正直ないだろうと思って。まあ、ちょっとね、多めに話してて、当たっちゃったんでね、ちょっとびっくりです。で、過去作とのクリア時間比較、こちらなんですけどね、ソードシールド15から20時間です。で、ダイパリメイクはね、15から25、レジェンズアルセイスは20から30時間となっております。で、スカバイは熟練者でも30時間かかると公式が言ってるので、レジェンズアルセウス以上のね、ボリュームがありそうかなと思います。まあ、ただしね、レジェンズアルセウスに関しては図鑑コンプ等の話もありますので、それ込みで考えると大体一緒ぐらいになるのかなと思うんですけど、まあ、逆に、ね、クリアだからね、ストーリークリアに図鑑コンプが必要かどうか、ちょっとね、そこはわからないんですけど、まあ、そこまでで、3,40 もっとあると思うんで、かなり楽しみですね。で、ボリュームが増えてる理由、これなんですけどね、ストーリーがチャンピオンロード、スターダストストリート、レジェンドルートの3つに分かれていることが理由だと考えております。で、今までのポケモンのストーリー、これってね、ポケモンリーグに挑戦します。で、伝説のポケモンも出てきます。で、冒険してる途中、なんか悪の組織とね、対立しちゃいますみたいな。っていうね、三つの物語がね、実質並行して進んでたんですよ。今回ね、三つの物語がありますって言われたから三つの物語があるような作品に見えますけど、まあ、過去作、まあ、基本的にはね、並行して行われておりました。まあ、なんでストーリーがね、急に進んでいく時もあったりね、まあ、少し戸惑う部分もあったりした作品なんですけど、スカバエではね、それぞれ三つのストーリーっていう形でもう、道作ってくれてるので、わかりやすくなってるのでいいですね。まあそして分けたことによってしっかりと作れた。っていうのもあるのかもしれませんね。で、スカバエの各シナリオのボリューム。まあ、これに関してはね、3つの物語全体で30時間。熟練者で30時間って言ってるので、各ストーリーごとのクリアにかかる時間は10から13時間ぐらいなのかなと。熟練者で。で、初めての人復帰した人。ね、ここに関してはね、多分最初のストーリーがちょっと時間かかっちゃうけど、慣れてきたらそんなにかからないとか。そういう風になるのかな。まあ、ただしね、1個そこで20時間でいったらかなりのボリュームになりますし、まあ、ゲームはね、早くクリアしようが遅くクリアしようが、対戦がっつりやりたい人はちょっと影響があるけど、ね、普通にゲーム楽しむ人は関係なので、焦らずね、ゲーム楽しむことがね、大事なので、スカバエもね、6800円と、6800円だったよね。結構高かったので、しっかりね、楽しんでいきましょう。で、ストーリーラインの整理の方はね、3つの物語に分けることで整理されてるので、より濃い内容となってると思いますし、分かりやすくなってると思います。まあ、並行して進めちゃうとね、ごちゃごちゃになっちゃうかもしれませんが、またね、過去作に比べて分かりやすいと思いますので、しっかりね、ここも楽しんでいきましょう。では、まとめといたしまして。いろんな意味でね、過去最強の作品になりそうなのがスカバイ。
売り上げ。売り上げに関しては初代を抜けるかどうか。歴代2位かな、今のとこ目指すのは。まあ、ただしね、初代を超える作品っていうのはね、出てほしい。多分ね、任天堂も思ってると思います。初代はね、もう伝説です。でも、いつか超えないといけないんですよね。だからそこに向かってね、頑張ってると思いますし、ストーリーもね、濃いものがあれば、面白いですし、まあ、今回ね、対戦もかなり盛り上がると思っております。ほんとね、過去最高のポケモン、過去最強のポケモン作品になりそうなので、まあ、もうね、発売されたということで、ぜひね、楽しんでいきましょう。その中でね、私の方もね、今後いろんなね、動画を上げていきます。スカバイ発売されたということで、まあ、今までずっとね、スカバイの動画いろいろ上げておりました。リリース後もね、どんどんスカバイの情報を上げていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いいたします。まあ、そしてね、チャンネル登録してくださってる方、高評価ね、押してくださった方、ありがとうございます。これからもね、ガンガン動画の方をね、届けていきたいと思います。まあ、これちょっと違う話なんですけどね、昨日上げた動画の方がね、めちゃめちゃ再生数増えて、1万再生初めてね、超えました。めちゃめちゃ嬉しかったです。まあ、今後もね、まあ、その動画を私自身も超えれるように、しっかりね、いろんな動画上げていきたいと思いますので、まあ、ぜひね、楽しんでください。では、失礼いたします。